はい、こんばんは。それではね、今日は、ギャンのですね、ボディの部分を塗っていきたいと思います。で、ミディアムブルーを一番濃い、青いところをミディアムブルーにして、でベースに、ホワイトを混ぜながらやったので、こいつのこれですね、308ですね、のグレーですに少しずつミディアムブルーを混ぜながらやってみようかなと思います。で、いつものようにっていうか、まあこれは動画では初登場かもしれないですけども、梅皿ですね、どこで売られてる、これは画材屋さんでも売られてると思うんで、揃える必要はないと思うんですけど、でここに、ホワイトもたまに混ぜつつ、青が欲しければここの横にね、ミディアムブルーがありますので、これをベースに、ホワイトを入れたりしながら遊んでいきたいと思います。ではね、どの部分を塗るかというと、ここの部分がミディアムブルーだったので、こういう部分、こういう一番広い面積のこの薄紫のところですね、こういうところを、この色でやっていきます。さて、グレーの関節のところがあって、そこをこうやらないようにね、気をつけて、これは基本塗装ですので、今一生懸命味付けする必要はないので、基本はなるべく、なんだろう、同じところ何回も塗らないというのが大事ですね。薄くってもいいんで、重ねて塗らない方がよろしいかと思います。こんな感じですね。なるべく同じ時期に同じパーツを塗った方が失敗しませんので、実はもう2回目ぐらいなんですけど、味付け塗装いきます。丸筆で、メソ筆でいいので、今度はね、下地が出てもいいぐらいで塗っていきましょうかね。本当は薄い紫色なんですよね、ギャンってね。ちょっと私はホワイト系で、グレーというかホワイトっていうか、攻めたいと思います。いい感じ。
先に塗った関節には色がつかないように気をつけます。エナメルじゃないや、これはラッカーの重ね塗りですからね。だと筆の目を残してその走行のラインを強調するかのごとく塗っていくと、こういう塗り方もありですよね。こんな感じでどうでしょうね。他もやっていきます。エッジ剥がしをやっていきます。まあせっかく塗ったのにいいって思うかもしれないですけど、これ私の好きなやり方でして、この塗った後のところの角ですねを、まあ400番ぐらいで、100番600番程度でいいんですけど、角を剥がしてやるんですね。ただプラの地面が出てきますね。プラ地が出てきますので、ちょうどここのところはこの濃い青色がね下地なんで、こうやって出てくるんですよね。それがいいのか悪いのかは、それは皆様の判断にお任せするんですけど、私これが好きなんでやってます。いいか。最終的にどうするんだってことになると、これまだこれね、トップコート拭いてない状態ですので、これにプラストップコートを吹き付けて、で、ウォッシングなり、ポイントウォッシュですね、部分的に、墨入れと、それから部分的な、
付け足しを行いますので、それの、なんていうかな、深みを出すっていうかね、そういう作用があります。はい、衣装なかなかね、違う色が一つ出てくるんで、なんていうかな、形のメリハリがつくっていうかね、面白いんですよね。こういうやり方もありなんですよね。まあ、油絵で言うと、ペインティングナイフで油絵の具の上をちょっと削ってやるっていう、そういう感覚かな。で、塗り重ねた層が、塗料の層がこう浮き出てくる部分もあって、このちょっとグレーっぽく見えてるのはサフですよね。サフがちょっと浮き上がってくるっていう感じですね。体色表現っぽく見えたりもするし、まあ見て、見る人のその感覚とかね、その辺もに今頼るものなんですけど、これでまあサンドペーパーじゃなくてもいいし、まあ目の粗いコンパウンドでやっても面白いかもしれませんし、ね、ちょっと膨らんでるところがこう削れてしまうっていう感じが面白いですね。こういうやつね。はい、はい、ちょっと机の上汚いんですけれどもホワイトじゃない、まあ落下系を塗った後ですね、一旦艶消しを拭きました。ラッカーなのになんでまた艶消しかというと、艶の表面を統一化させるという意味ですね。うん、まあ筆塗り、ラッカー系の筆塗りでやったんですけれどもね、エナメルの筆塗りと雰囲気が全然変わらないですよね。まあ、これはもう私の作風っていうか塗り方になってるんで、こうなまあ理由はね、私のこの塗り方がそういう塗り方になってるっていうことなんですね。で、まあ塗装膜はラッカーですので、がまあラッカーであるっていうことのが利点の一つになります。塗装の表面がねラッカーであるということが利点なんですよね。ということはどういうことかというと、この上からダイレクトにエナメル塗料を塗っても大丈夫ということです。で、一旦ねちょっと組み立てをしてみましょうね。ここの何ていうか、よく見るとですね、ほら、字が見えてるところありますね。でここも艶消し塗料を吹きつけてますので、まあ透明で下地が見えてはいますけれども、実はここはもうラッカーが入っているわけですよね。艶消し塗料が入っているわけです、はい、まあ簡単ですよね。 HG は非常に組み上げるのが楽で、何回も、外して組み上げるっていう風な行動をとっても苦になりません。それがいいとこだと思います。何度も組んで外して組んで外してね、状況を確認しつつ完成していくという利点がありますね。はい、まあ、ここは分割しても辛くない。あとまあエナメル塗料の塗膜とは違って、まあ、表面硬くてね、丈夫ですね、頑丈ですね。多少爪でこうに擦っても剥がれない。落下系は一番強いですね。多少擦っても剥がれない。まあ
剥がして一部剥がしてますから、まあ気にはならないですけどね。でまあ、なぜタン組んでるかっていうと、かっこいいからです。かっこいいからっていうか、まあ見たいからですよね。状況みたいですね。さあ、こっからどうしようかなっていうところですよね。まあ、エナメル塗料でやっていくんですけれども、最後はやっぱエナメル塗料もしくは油絵の具ですねを使うことで、細やかな表現ですね。私はねやっぱセピア系の色が好きなので、全体をまとめるっていうか雰囲気風合いを出すのが好きなので、いろんな色のまとめ方はありますけれども、はい、飛び道具を持ってないんでね、まあこっちの、縦の方にねたくさん機能がついてるわけで、ね、こっちのハイドボムとかマイクロミサイルでしたっけの、まあそれからあとこのビームサーベルですね。ビームサーベル普段どこにしまってるんでしょうね。こいつね、収納場所どこなんだろう。まあいいか。これで完成ってわけじゃないですからね。いくらなんでもこれでは。これで完成だとあまりにも残念ですね。まあこの先はね、延長して、しかもちょっと尖らしてるんですけれども、の工作ぐらいはした方がいいというのがよくわかりますね。ということで、ちょっと若干撮影をしたいと思いますのでね、皆さんさようなら。